皆さんこんにちは。公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会専務理事の片山と申します。私たちの財団は自然と人間との共生というテーマを掲げております。このテーマをもとにコスモス国際賞の実施など様々な事業に取り組んでいます。実は私、前職が京都市動物園の第31代の園長でした。そこで本日の花博チャンネルは動物園から見える地球の環境というタイトルで語らせていただきます。それでは始めましょう。まず最初にご覧いただくのは京都市動物園のアジアゾウの写真です。子どもたちは動物園といえばゾウさんとイメージするほど、アジアゾウは日本でも世界でもとても人気のある動物ですが、実は絶滅の危機に瀕している動物です。写真の右から冬見トン君14歳、秋とトンカム11歳、この子は白い牙が見えている唯一のオスです。アジアゾウのオスは白い牙が伸びていきます。ハルミカンパート12歳、夏見文乳12歳の4頭です。この4頭に血縁関係はありませんが、いずれもラオスのサイニャブリ県の生まれです。野生のゾウは群れを作って生活します。過去の日本の動物園はゾウの導入が困難なことや飼育スペースの狭さなどの理由で一頭だけの単独でゾウを飼育していたことも多く、世界の自然保護団体や動物園関係者から批判を受けていました。このことはゾウに限らず、野生で群れを作る動物は群れで飼育するべきだとの指摘です。その動物の野生下での生態や行動が発揮しやすい施設環境を整えることが肝心なのです。動物が生まれてから年老いて死ぬまでのライフサイクルをいかにその動物らしく過ごさせるかが動物園に問われています。このような考え方、動物ファースト、これが一番大切なんですね。このような動物園の姿勢、考え方を環境エンリッチメント、動物福祉と呼んでいます。子どもの象たちが楽しく水遊びをしている映像をご覧いただきます。初公開、門外不出の映像です。私がこのスマホで撮った映像です。それではご覧ください。象は野生下でも水遊びが大好きです。京都市動物園では専用のプールを作りました。昔の動物園では考えられませんね。庭付き、プール付き、寝室はすべて個室の豪邸です。春先から晩秋まで1日に4回から5回このようにプールで仲良く遊びます。沈めっこして遊んだり、水の中ででんぐり返りしたり、まるで人間の子供たちと一緒ですね。真冬でも遊ぶことがありますよ。4頭のアジアゾウは今から9年前、2014年に日本とラオス国交60周年を記念してラオス政府からいただきました。人気の高いアジアゾウの飼育を希望する日本の動物園は多いのですが、現実は生息地から捕獲導入することは極めて困難です。ラオスから4頭のアジアゾウをいただけたことは奇跡に近い出来事だと言えます。貴重な子どもの象の4頭がラオス政府からいただけたのは、京都市動物園が120年という日本で2番目の歴史を持ち、さまざまな動物の飼育繁殖の技術に優れていること、職員の中に6名の獣医師、さらに6名の動物学関連の博士号を持つ研究者がいることなど、オンリーワンの体制が評価されてのことです。ラオス政府の天然資源環境省と京都市動物園が連携協定を結び、ゾウの繁殖プロジェクトと称して、日々の飼育や健康管理のデータを京都市動物園で蓄積し、繁殖成功後は積み重ねた研究データをラオスで活用していただく予定です。私は
この日本とラオスの国家間のゾウの繁殖プロジェクトの統括監督者を務めました。それでは次の写真をご覧ください。この写真の右側、毎年ラオスの政府の関係者の方を京都市動物園にお招きし、ラオスからいただいたゾウの飼育の様子を報告しております。左側の写真はゾウ舎のバックヤード、牧草や野菜、果物など日常の食材と食事の量を説明しています。食材の新鮮さ、品質とともに栄養管理の技術の高さにラオス政府の関係者は大変驚かれます。右側の写真は私自身がとても感動した時の写真です。ラオスの方々がお国の言葉で、おーい、こっちおいでと呼びかけました。ゾウたちは2年ぶりに聞くふるさとのラオスの言葉に強烈に反応し、興奮して嬉しそうに近寄ってきたシーンです。ラオスの言葉、ラオスの人の姿形の雰囲気を覚えていたんですね。このようにアジアゾウは高い知性を持ち、感情が豊かな動物なんだなぁと改めて感じた場面でした。アジアゾウは野生下では40年から50年の寿命、動物園などの飼育下では60年を超す長生きの動物です。大切な動物の日々の健康管理はとても大切です。京都市動物園のアジアゾウはグランドから室内へ3時45分ごろに移動します。夕食の前には飼育担当者が体の外観をしっかり確認したり、口の中の検診やトレーニングをしています。体重測定は2ヶ月に1度、血液検査、尿検査なども3ヶ月に1度行います。私たち人間よりはるかに健康管理に気をつけているわけなんですね。右側の写真はゾウに信頼されている担当者がゾウの正面に位置取り、安心させながら号令をかけています。検診がスムーズにいくようにコントロールしているんです。この時他の2人は耳の裏を触診したり、3ヶ月に1度の血液検査をする時のため、注射器に驚かないように注射器を耳の裏に当てて注射器に慣れさせるトレーニングをしています。このように健康管理のための診察や治療にゾウそのものが協力してくれるようになるトレーニングを順地トレーニング、ハズバンダリートレーニングと言います。このようにアジアゾウは大変賢い動物です。担当者の16もの号令を聞き分けて協力してくれています。ここまではアジアゾウの映像を交えながら生態行動のことを語らせていただきました。ここからはアジアゾウの生息地である東南アジアのお話です。まずアジアゾウの研究で世界的に有名なラマン・スクマール先生をご紹介します。スクマール先生は2006年に野生ゾウと人間との軋轢をテーマにされた研究活動に対してコスモス国際賞を受賞されました。右側の写真、私が動物園長だった2018年の12月にスクマール先生を京都にお招きし、日本の動物園のゾウ飼育関係者を対象に基調講演をしていただきました。その時のお話を思い出しながら、またその後私が学んできたことを含めてこの後のお話を進めていきます。この写真は20年ほど前のスクマール先生の調査状況の写真です。地域住民の話を丁寧に聞き取っておられます。もちろん象牙の取引はワシントン条約と国内法に基づき規制されています。現在日本と海外間の輸入輸出、日本国内の取引は禁止されています。スクマール先生はこのような殺戮を防ぐには地域住民の方々の社会的環境、経済環境を整えることが大変重要だと指摘されています。東南アジアはバリ島やボルネオ島など日本人観光客が多く訪れる場所です。観光という日本人と東南アジアの関係性、これは明るい関係性なんですが、顔の表情を曇らせてしまう
関係性のことについてもこの花博チャンネルでは語っていきたいと思います。東南アジア諸国はまだまだ発展途上国です。農村には厳しい貧困の現実があります。このスライドの下に書いていますが、右から貧困からの脱却、それから農園開発、そのことによる豊かな森の破壊です。深刻な負のスパイラルがアジアゾウの生息地で起こっているお話です。左側の写真がアブラヤシのプランテーションの写真です。アブラヤシは成長が早く、また1ヘクタールで 2.8 トンものパーム油の収穫量があります。とても効率が良いために、企業や農家はこぞってアブラヤシを栽培します。農園開発は自然豊かな森を根こそぎ伐採し開発していきます。パーム油はアブラヤシという植物から取れる植物油です。30キログラムほどもある房に約2000個もの果実がぎっしりとついていて、その果肉からパーム油、種からはパーム核油が取れるのです。1960年代以降マレーシアで、1980年代以降はインドネシアで盛んにパーム油の栽培が行われました。現在世界のパーム油の生産はこのマレーシアとインドネシアで 80% を超える生産になっています。日常的に日本人が手にする食品、その袋の裏には成分表が表記されています。そこには植物油とだけ表記されているんですが、では実際何の植物に由来するのか調べてみました。こちらをご覧ください。菜種油 40%、 続いてパーム油 29%、 大豆油 18% です。食品の成分表示には植物油とだけ表示されていますので、何の植物の油なのか私たちが知るのは難しいですね。日本人は年間1人当たりなんと4キログラムのパーム油を消費しています。日本は世界で最大のパーム油の消費国です。このデータは一昨年の数値なんですが、その5年前にはパーム油は 24% だったんですね。どんどん増えていってるんです。パーム油の日本での使用例です。日本の食品加工の企業はこぞってパーム油を使用しています。日本に輸入されるパーム油の 80% は食品系で、インスタント麺や冷凍食品、ポテトチップスなどのスナック菓子、ファストフード店や外食店舗での業務用揚げ油、チョコレート、アイスクリーム、ドーナツ、ビスケット、コーヒーフレッシュ、カレーのルー、乳児用粉ミルクなど、私たちが毎日のように食べる食品の材料に使われています。非食品としても洗剤やシャンプー、口紅、塗料、練り歯磨きなどに使用されています。私たち日本人の身の回りにあふれている商品ばかりですね。先ほどお話ししましたように、パーム油は日本が世界での最大の消費国です。世界はどう対処しているんでしょう。ヨーロッパではパーム油の使用は規制しています。アメリカでは使用が認められていません。ところが日本は認可を増やし、パーム油の使用量を増やそうとしています。国内の環境団体はもちろん、世界の環境団体やビジネスパートナーから厳しい目が向けられています。では私たちには何ができるんでしょう。どういう行動を取ればいいのでしょうか。誰もがアジアゾウの生息地の現地に赴き、保全活動に身を投じるというわけにはいきません。またポテトチップスはもう明日から食べないとか、歯磨き粉や石鹸はもう使わないというわけにはいかないですよね。私たちができること、無意識の加害者ではなく、環境問題を意識する消費者になりましょう。例えば気になったことは企業に直接問い合わせてみる。環境問題が気になるけど自分ではなかなか動けないから、
応援したい NPO 法人を探して寄付をしてみる、 FSC マークやエコマーク商品を意識して購入するなど、このようにできることから始めてみることが大切なように思います。 FSC マークは森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら、適切に生産された製品を消費者に届けるためのマークです。私たち日本人の消費は世界の森林と密接に関わっており、 FSC マークの製品を選ぶというアクションを多くの人に知ってもらうことが森林保全につながります。このように行動を起こす人が増えれば、社会は確実に変わるのです。国際花と緑の博覧会記念協会の立場として、また過去の動物園長の経験者として、自然と人間との共生に向けた5つのポイントをまとめてみました。1点目、日本人の自然観や伝統文化を再認識して大切にすること。どういうことかというと、日本人は古より自然を愛で、自然を大切にしながら生きてきました。日本特有の着物のデザインを思い浮かべてください。ほとんど全てと言っていいでしょう、花鳥風月の絵柄です。日本文化の代表格である日本庭園は自然との共生そのもの。同じく日本文化の代表格である俳句。俳句は短い多様な言葉に含まれた季語があり、その季語で日本人は光や風や音などを共有できます。2点目、植物、動物、人間を知ること、愛すること。関係性を大切にするには、相手の名前を知り、相手の性格を知ることから始めることが良いでしょう。3点目、生物多様性、食物連鎖、山、川、里、海のつながりを知り大切にすること。多様な生き物の豊かな関係性によって、それぞれの命は守られています。命の連鎖と言っても良いと思います。4点目、地球環境の危機的状況を知ること。5点目、身近なこと、できることから行動すること。この5つのポイントに尽きると思います。さて、私たち日本人にとって身近な話題をお話しさせていただきます。昨年の秋のサッカーワールドカップの出来事です。予選リーグで世界の強豪のドイツやスペインを破って、日本中が歓喜の渦の状態になりましたね。特にスペイン戦での三笘選手のゴールライン間際のセンタリングが世界の注目を集めました。奇跡のクロスと呼ばれています。とんでもないスピードで相手ディフェンスと競り合いながら、三笘選手はセンタリングを上げました。トップスピードでの流れですので、私もゴールラインを割っているかもと思いました。ところが今回の大会から導入された写真判定 VAR でも 1.8mm がゴールラインにかかっていることが確認されて、無事に日本の得点が認められましたね。三笘選手が最後まで諦めない姿勢、日本から世界から賞賛を集めました。ゴールラインにかかっているこのサッカーボールの 1.8mm、 これはボールの半径 11cm の 1.7% に当たる厚みだそうです。三笘選手の奇跡のクロスを受けて、地球の奇跡のお話です。地球の写真、表面に薄く被膜のように青白く光る層、これが地球の大気圏です。この大気圏の厚さは 16km です。これは地球の半径 6400km の 0.3% でしかありません。三笘選手の奇跡のクロスよりはるかに奇跡的な厚さなのです。このように自然も人間も大気圏という 0.3% の奇跡を共有しているんです。地球のこと、地球環境のことを学び、理解を深め、真の共生に向けて行動することが重要だと思います。地球環境にとって悪者、破壊者である人間ですが、
ポジティブな話もあります。太陽の有害な紫外線から地球上の生き物を守っているオゾン層の話題です。つい最近の国連の環境報告書では、オゾン層は回復の傾向に向かっているというものです。報告書によると、オゾン層を守ろうとする人間の行動は期待通りの効果を上げており、今後数十年のうちにオゾン層が回復するかもしれないとのことです。なぜ回復傾向にあるのか。それはオゾン層を破壊していた有害化学物質の使用をやめることとした1987年の国際合意が功を奏しているのです。日本人にも身近であったヘアスプレーなどフロンガスを用いた製品の禁止、これを世界中のみんなが手を取り合って行動を起こしたことが功を奏しています。奇跡の星である地球は誕生から46億年、人類の誕生はおよそたかだか500万年前のアフリカであるとされています。そして人類は産業革命、エネルギー革命以降の250年という極めて短い時間で地球環境に大きな悪影響を与えてしまいました。私たち人類はそのことを謙虚に反省して、奇跡の星地球を守っていく義務があります。そう、地球の未来を守り支えれるのは今の私たちなんです。さて、最後のスライドです。京都市動物園では縦縞が美しいグレービーシマウマとアミメキレンが種を超えて穏やかに仲良く暮らしています。私たち人間は動物や植物、奇跡の星である地球そのもののことを知り、そして愛し、その相手に配慮して共に生きていくことが大切ですね。ご清聴ありがとうございました。